ルルイエの海域には国連の艦隊が集結しているようだな。合衆国の艦隊も多数見受けられる。なるほど、なるほど。こいつは多分波動の連中の仕業だろうな。ふん、苦し紛れだ。たとえ世界中の戦力を集めようと、このクトゥルーにとっては抵抗足りえない。ではでは、根こそぎ一切合切、みじんにも残さず吹き飛ばすかね。 いや、あれをやると術式に乱れを生む。それに気にかかることがあっても、あの空間転移かね。ああ、あの現象は全くの想定外だ。考えたくはないが、計画に漏れがあったのかもしれない。確かに、 確かに、あの空間転移だけは全く解せぬ。あれ以降術式等のデータには何ら異常は認められんのだが、あれではまるで思い当たる節があるのか。いや、気のせいだろうさ。気にするな。そうか、まあとにかく原因がまだ判明していない以上、 クトゥルーに特殊な能力を使わせるべきではない。ではいかようにするかね。ここをどこだと思っているのだ、兄弟。聖地を汚す輩は経験たる信徒たちに処分を任せようではないか。なるほど、なるほど。ここは海、ここは魔界、ここはクトゥルーの領域だな。分かった、分かったよ。 とりあえず、破壊ロボは先行させておくよ。ああ、頼んだ。さて、そろそろ見えてくるな。ルルイエだ。そうだ、魔人による地球の統治がついに始まるぞ。<笑>魔人による地球の統治がついに始まるぞ。そうそう、これも、これもライカ。お前のおかげさ。お前のおかげだよ。ありがとう。お前はいい子だ。本当にいい子だ。さあ、どうしている？ C の巫女、神に抱かれ何を夢見る。そうだ、夢に耐え、神の夢を知れ。そして、さらなる領域、さらなる芸術へ。私はこんなところでとどまっているつもりはないぞ。あの空間転移の際に感じた力、あの時と同じ、あの時と同じだ。思考の存在が向こうから接してきた。 来たのだよ。さあ、ライカ、共に行こう。私は私の、お前はお前の存在意義を確かなものとするのだよ。そうさ、そうだとも。
精神障壁の事実は済んだが。完了してます。試験体4号内の外壁及び内壁に33の術式を施しました。シェイドの接触時における外界からの精神侵略、 S の暴走に十分に耐えられる強度を得られるはずです。その副作用として試験体4号の時間を封印された状態になりますが。たまわ、その方が気持ちやすい。では儀式の準備を。設計をはるかに超えるパワーだぞ。現在まっすぐにそちらに向かって。おい、どうした？応答しろ、応答。クソ、ティファレトスを突破されました。残りの試験隊を全部迎撃に向かわせろ。施設内で5号に対抗できる戦力は彼女らしかいない。我々の同志がいれば。全体全滅です。それほどまでとは。儀式どころではない。我々も大義を。そうだ、4号をおとりに使えば術式を改ざんして外部から操作できるか。やってみます。待て、それだと C の接触に支障が出るよ。そんなことを気にしている場合か。だが他の試験隊ももういないのだぞ。ここは4号を連れて。Leica. Nesan. Yoko! Koko を処分しよう! Ogaato! Leica!
ら。一体何だというのだ。そうきたか。いいだろう。相手になってやる。傍観とは思わんかね、君。そうでしょうか。私には嵐を前にして身を寄せ合う小鳥の群れのように思えてる。まさしく人類の決戦戦力といって過言ではないでしょう。それだからこそ思うのです。我々にはもう後がない。怪物を我々は阻止できるんでしょうか。今ここに居合わせる人間はただ絶望を知るためだけに集まったのではないのでしょうか。そうではない。少なくとも全ての船がそのために集うわけではない。まもなく波動財閥の施設艦隊が我々と合流する。かのアーカムシティにおいてブラックロッジの創立当初から闘争を繰り広げ、例のクトゥルー復活の現場に居合わせながらも生き延びた強者たち。今君を苛んでいる恐怖に誰よりも間近で直面しながら決して膝を屈しなかった者たちだ。波動財閥、彼らの器を並べて最後の抵抗を試みる。それだけでも軍人としてここに集った甲斐があるとは思わんかね。
艦長、ソナーの探知圏内にて巨大構造物の反応を確認。来たか。近づいてます。巨大すぎる影、間違いありません、クトゥルーです。航空部隊離艦準備、急げ。必殺！ワンズか。煩わしい。西の方角より急速接近する未確認物体あり。これはでかい。300メートルはある。それも一つじゃない。これ以上何が現れるってんだい。こいつは
また大津波か。いや違う。この反応は艦長。全長300メートル、怪物だ。怪物の大群が押し寄せて。なんなんだよ。あれはこんなことがありえていいのかよ。ダゴンとヒュドラだ。あの怪神に匹敵する忌まわしい眷属ども、クトゥルーが呼んだのか。かくなる上は、これは
どうしたどうした、貴様らそれでも神の眷属か。血の雨を降らせ、断末話を響かせろ、歓喜の歌のごとく。だから魔を断つ刃、正しき怒りと憎悪に応え、我らは魔を断つ剣を取る。何時無垢なる刃デモンベイン。マルハウト、ウンガーアクア、ナフルタグ、いや、クトゥグは神獣形態。今のあのデモンベインの力だというのか。バカか。このようなデータは今まで一度たりと検出されなかったぞ。くそ、早速一発撃っちまったぜ。もったいねえ。だが威力は素晴らしい。これならクトゥルーとやり合えるぞ。おうよ。さてじゃあ気合い入れてくぜ。こちらデモンベイン、地球の大敵を滅ぼすためいざ参る。
シャンタ君。バルザイの円月塔。すっげーの。おう。あのロボットは一体。
クトゥルーの背後より艦影多数あり、援軍です。援軍？かろうじて間に合いましたわね。はい、虚数展開カタパルトも正常に作動した模様です。こちら機関ノーです。デモンベインの投下を確認した。任務は成功。帰還せよゾンバイオ。ゾンバイオ了解。ただいまより帰還するロボ。便にことを終わらせてはくれぬようであるな。エルザ、お客様である。あっちゃーロボ。ふん、だが所詮は量産型。エルザ、我々の科学の美と意を思い知らせてやるのである。了解ロボ。情けない。それでも神の眷属か。落ち着け。確かにこちらのデータをはるかに超える戦闘能力だが、所詮神の敵ではない。しまようか。そんなものが、私の心を探す存在が二つも存在してなるものか。ありえぬ。ありえぬぞ。私はあれを、あの偉業を超えるのだ。そのためのクトゥル、そのためのライカ、そしてそのためのク
だがしかしアグストス、お前の焦燥ももっともだ、もっともだと。アグストス、アグストス、あれはデモンベインは今この手で確実に仕留めなければならない。あれは危険だ、危険すぎるぞ。言われるまでもない。禁止編より中枢ユニットにアクセス。競争たるクトゥルーよ、かの敵を打ち滅ぼしたまえ。クロヤツの内部に攻め込まないと。サンダルフォン、サンダルフォンめ、やはりここまでやってきたか。煩わしいハエが、落ちろ。人類と邪神との
未来をかけた戦争なのです。その全てを大十字様が背負うことなどできません。大十字様は大十字様の仕事を遂行してください。羊さん、小娘どもの言う通りだ。そして我らがクトゥルーを滅ぼすことがただ一つの勝利への道なのだ。まあそういうわけである。だが勘違いするな、我が輩は貴様と慣れ合うつもりはない。だが世界の命運はこんな魚介類ごときに好きにされてよいものでは。おおおお、撃ってきやがった。エルザブテ撃ち落とせ。弾幕が薄いであるぞ。コネクトウルブガーリンクストラーク。さあ行くぞ、ライカが待っておる。わかった、シャンタクフルパワー。デモンビーン。同時打ちだ、存分に味わいな。待ってろ、ライカさん、今すぐに行くぜ。クロちゃん、なぜだ、なぜクトゥルーはここまで手こずる。おのれ、やつらめ、この後に及んで見苦しい。私を何だと思っている。ついに神の領域に到達した私はアウグステスだ。これ以上の抵抗に何の意味がある。そうそううまくことは運ばんというわけか。だがこれはまるで何か見えない大いなる意志に操られているような。て、えい、笑うな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 。うるさい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 。何が聖書の獣ぞ。貴様なぞ結局無様に殺されただけではないか。所詮貴様は思考の領域にはいなかったのだ。私は違うぞ。おのれ、自らの身の程も知らぬ下等な人間が
クトゥルー、この私に歯向かいよって。毒娘、落ち着け見苦しい。敵が侵入したならば排除すればいいだけだ。ティトスも迎撃に向かったぞ。ならば貴君は何をぼーっと突っ立っているのかね。ウェスパシアヌス、もう一人の侵入者は貴君の身内ではないかね。己の不始末くらい自分で片をつけたまえ。そうさせてもらうよ。アグストス、君も遅れを取るなよ。くれぐれも、くれぐれもな。君はどうにもこうにもあれだ、そそっかしいところがあるからな。ニトクリスの鏡。それは想像だにしない使い方だな。戦いには柔軟な発想が必要だろう。オブネクロノミコン。ならば。
覚悟。やなこった。はあ。やろ。直進しないと弾道が目に留まりやすいのだ。3。
さあ、眠りやインパクト、いっけそうか、単純なことであったな。なんたるまぬけよ。